また明日会おう、友よ。ああ。もう放課後になってしまった。本来ならばこのまままっすぐ帰ってパーティーを盛り上げたいところだが。もういい。お兄ちゃんなんて知らない。あの時のことちゃんと思い出せるまで絶好だよ。さっきと喧嘩したままの状態ではパーティーを楽しく盛り上げるのは不可能に近い。しかしさきのためにパーティーを盛り上げたい。今回のひな祭りを最高のものにしてやりたい。だが喧嘩をしている俺が言ったら、俺は一体何を忘れているんだ。校門まで来たが、どうしたものか。そういえば、今日は世界でもひな祭りパーティーをやると言っていたな。行く当てが決まらないならば、そちらの手伝いをした方がいいかもしれないな。M たちは、まだ来ていないのか。あれ、つかさくん。おう、ミクか。パーティーの準備を手伝いに来たぞ。わー、ありがとう。とっても助かるよ。あっちでルカが飾り付けしてるから、一緒に。つかさくん、なんだか元気ないね。大丈夫？そんなことはないぞ。俺はいつでも順風満帆、栄養満点。ルカを手伝えばいいんだったな。行ってくる。あ、司くん。ルカ、飾り付けを手伝うぞ。お、これはこっちに並べて、うん、人形を並べながら寝ているだと？みんな、あら、司くんじゃない。ちょうどよかったな。ひな人形を並べるの手伝ってくれる？ああ、承知した。ふふふ、ありがとう。それじゃあ、これはこっちに。ああ、それは三人勘定だから上から二段目に置くんだ。その人形は島台を持っているから真ん中だな。あら、そうなのね。ありがとう、司くん。ふんふんふん、ひな人形でわからないことがあれば何でも聞くといい。司くん、詳しいのね。じゃあ、この人形はどこに置くのかしら。ああ、それは、それはひな飾りの主役で一番上の段に。司くん？ああ、すまない。ちょっと考え事をしてしまってな。ねえ、司くん、一つ聞きたいことがあるんだけど。聞きたいこと？なんだ？今日はさきちゃんのパーティーがあるって言ってなかったかしら。さきちゃんのところへ行かなくてもいいの？ああ、行きたいが、俺がいるとさきはパーティーを楽しめない。あら、どうしてなの？実は、今朝、サキと喧嘩をしてしまって。そんなことがあったのね。ボロボロの人形なんて嫌だろうと思っていたのに、なぜサキは、
このまま帰ってはまた咲を怒らせてしまうな。そうかしら。え？素敵なパーティーに大切な人がいないと、とっても悲しいって私は思うわ。それは。私なら、どんなに素敵なパーティーでも、ニッたちがいないと楽しめないと思うの。でも、ニッたちがいるなら、ただ一緒にいたいだけでも楽しい気持ちになるわ。だからきっと、サプちゃんのパーティーにも、司くんが必要だと思うわ。ルカ。全然嬉しくない。もういい、お兄ちゃんなんて知らない。あの時のことちゃんと思い出せるまで絶好だよ。だがやはりサキは、あ、やっぱりここにいた。お、ネネじゃないか。どうしたんだ、そんなに急いで。望月さんが校門で待ってる。何か急用みたいだから、早く行ってあげて。ほなみが、急用？まさか、さっきの身に何かあったんじゃ。すまん、ルカ、飾り付けの途中だが。いいのよ、さきちゃんと仲直りできるといいわね。ああ、相談に乗ってくれたことを感謝する。さらばだ。いちいちうるさいやつ。じゃあせっかく来たし、司の代わりに手伝おうかな。ルカさん、どこを飾りつければ。寝てる。あ、司さん。ほなみさっきは無事なのか。うるさ。あ、落ち着いてください。これが落ち着いていられるか。ほなみがわざわざここまで来たということは、さっきに何かあったんだろう。確かにさきちゃんのことなんですけど。やはり、一体何があったんだ。今朝、司さんと喧嘩したことで、サキちゃんがとても落ち込んでいるんです。何？サキが落ち込んでいる？サキは、俺に怒っているんじゃないのか？サキちゃん、もう怒ってなんかないですよ。司さんにひどいこと言っちゃったってしょげてました。それに、今日のパーティーも、司さんが来なかったらどうしようって不安に思ってるみたいなんです。サキが不安になって落ち込んで、俺はサキを笑顔にしたいと思っていたくせに、一体何を。いや、後悔は後だ。俺には行くべき場所がある。司さん、どこへ行くんですか。決まっている。サキの元だ。行くぞ、ほなみ。我が最愛の妹の元へ。え、あ、ちょ、ま